はい、こんにちは、カズボーです。ロマンシングサガ3続きやっていきたいと思います。まあ3なんだけど 3.12 ってやつだね。ですね、ハリーと主人公にしてやってるんですけど、なぜかロマサガ1の愛者が仲間に入ってるというね。それで前回クジンシーも出てきましたね。七英雄出てきました。ハリード以外だったら出てくるのかな、あれ。出てくるかもしれないな。あ、出てくるかな。はい、ということで、迷子の子を探しに行きます。まあ、オーデンですね。ここちょっといろいろフラグ立てときたいんですよね。まあ、強くなるのちょうどいいかな、ここでね。まあ、戦いながら行けばいいか。知らないの出てくるかもしれないし。ほぼロマサガ、だってこれもさ、ああ武器もできるね。できればトーマス強くしたいかな。なるべくロマサガ3じゃないキャラたちでやっていきたい。ここ一緒だね、ロマサガ3だね。まあ子供を助けに行くんですけど、まあ宝箱開けたりとか奥の扉調べたりすればちょっとね、おデタラメなんかしらあると思うんで、まあ今回はねこっちがどうしても弱いんで、まだハリーと強いね。まあ、技を覚えたらね、セーブの繰り返しでいいかなと思いますけど。シャールも強いんですけど、270あるからね。まあ、一番シャール連れていけばいいんでしょうけど、他のもちょっと強くしたいかなっていう。右下にさ、隠しあるよ。アイシャちょっと弱いね、まだ。ダメージでかいっすよ。あ、そこばっかりやめてください。ね、こうなんまだ宿泊まればロマサガは LP 回復します。でも結構戦ってんじゃないですか。で前回武器作ろうとしてたんで、まあもうそろそろできるんじゃないかな。うわ、なんかあそこダメだな。アリーの戦闘の方がいいか。陣形がまずいね、まず。まあ極意習得してからいいや。極意習得したところであれを使わないと発生しないのとかあるから、まあこれでいいでしょ。デザートランス、まあ壁役にはなるからね。まあシャールとかの方がいいんでしょうけど、ね、ここ戻ってこれんですよ。だ画面切り替えたんでまた敵復活してんでしょ。抜け満たされたな。じゃあちょっとちょっくら戦って、まあ武器できてるかどうか見ましょうか。出れなかった。だからもう行った方がいいよ。愛車がすぐ落ちるんだよね。ダメだ。ブラザー。まあ危なくなったら入れ替えればいいし。なんであそこばっか狙うんですよね。うわ。シャレなんないな。あれ、なんか怖いですね。トマホークとかね。
あれ、この点はいい。なあ、なんかなんでそこばっか狙うんだろうね。入れ替えるか。これ強くしたいんだけどな、アイシャ。LP なくなったらまずいからね。ここか。道をそこまで覚えてるんですよね。これ極意覚えればだいぶ違うかな。だって素早さ大事だよね。ベルルーンの派生版があるから。まあノーラはねずっと入れとこうかなと思ってるんで、外したもん仲間入んないよねノーラって。他はいいんだけど、また入るから。三日月と三日月とだね、見てるね。あ、まあ、強くするのはいいんですけどね。あんまやりすぎるとね大変なことになるからね。まず極意を覚えよう。もう武器とか出来上がってるからね、絶対ね。一旦出てまた来てもいいし。いた。ミチはいた？大丈夫、ミューズ様のところで待ってるよ。ああ、怖かったよ。よしよし。お前立派だったぞ、ゴン。おぉ。ハリードらしからぬセリフだね。今戻って、戻んないんだけど、まあ、このついでにさ、まあ、一番奥の扉まで行ければいいんだけどね。行っちゃっていいかな。あれ？ちょっと待って、これ
なんだこれ、行っちゃダメなパターンかこれ。え、ちょっと待って、ちょっと待って待って、なんだちょっと待ってなんでサルウィンと、待って、ちょっと待って待って待って、なんでそんなんがいる。まあロマサがワンになっちゃった、こっから。あー大丈夫か、行かない方がいいのかな。あー、まあいけるわね。すげえな。まあ熟練度稼ぎもいいかも。ここレベル上げれるよね。なんかいる。あーまずいかな。あーくらなんだよね。いやーやだ、俺は戦略的退却だよね。可能性は大です。でもなんか覚えそうだよね。キラーンって覚えて逃げればいいね。サミングってマジかよ。なんかやだな、一回出るか。まあ、また来れるからね、別にね。なんか雲行き怪しいな。四巻族すら怪しいぞ。宝箱かなんかあって調べるのがなんか条件だったりとかするんですけどね。確かに。オッケー。あの赤いやつ多分技ひらめけると思う。動くにしていくってことは、まあとりあえず強いから、シャールじゃねえや、トーマスでさ、まあ覚えさせておいても損はないからね。これさ、まあ退却できる、一応十文字切りみたいなのあるんだけど、ロマサガ3はちょっと戦略的退却やっていこうかなと思うんですけど、あの赤いの絶対覚えるから。赤服強いのかな。あーもう嫌だね。まあ今ガチガチだからさ。習得できるじゃん、下手したら。サルウィンの新刊。あーあー嫌だ。
そこだったらいい。あー、でもスタンなんねえのか。あー、マジか。倒せはすんだけどね。レイシュ、レオ。まあここら辺はそんなでもないからね。まあ極意だけ覚えていけばいいかな。ウェイ、注文字切りの極意を習得した。ならまあ、剣は大体良くなって。霞二段も習得しないとね、ソウルスティールはいらないな、今。本当もいらないかな。まあ、見切りはあるからね。トマホーク、デタラメア。本当は奥行きたいんだけどさ、まあ別に急いでる旅じゃないから後でカットしていってもいいしね。まあそういうあれはあります。まあすぐそこなんで。ああ、違うんでできたね。足払いの極意まだ覚えてないから。お、やった。大木さん。お、足払い習得。まあ、まあいいか。これで、エイミングだけ持ってれば、とりあえずいいから、猫だったっけ？違う、違うな。違うな。こっちだね、左だね。もう一段上あんのか。いやー、ロマサガ3、久しぶりになると面白いな。しかも、前と違うからね。そこまで、あ、霞二段覚えてなかったな。大木山。シャールだったらまだ。シャール外れると思うんですよ。確か外れて。だから装備品引け出しといて、ね、入り口近辺で。ね、こいつに当たるかなとは思ったからね。とりあえず、アイシャがやばいから、宿泊まって、なんとかしないといけない。切り覚えちゃえば楽なんですけどね。魔人剣。騎士人
あれ、ボーンブレスいつ取ったんだ。ロックスピアあんのか。意味はいらないもん。ここも槍いらないよね。これ、間違えたステータスあるからね。だいぶ強くなったな。まっかり変なとこ行くとやられるからね。お、クラウディスケのものだな。消えてもらうぞ。ちょ待て、嘘。え、ちょっと待って、何それ。ちょっと待って、これ大丈夫か。回復できるとこあったな。うわ待って、マジか。うわ遠当てとか、マジか。え、強くね。大丈夫。そうでしょ。X 攻撃、クロントリガーかって。まあ倒せる、倒せない相手ではない。なんだそれ、実は強いな。シャール普通に強いんですけど、遠当てこれね、一応見切ってはいるけど、ボスが追加されてますけど、え、待って、ハリードの時いたんだっけ。これいないよね。ハリードなんか1回ぐらいしかやったことないから。あ、セルフバーニング極意習得したし。え、なんだ、ちょっと待って、何だったんだろう今。ゴンを助けることができた。片付けない。まあイベントが起きてんだろうね。まあまた奥に行けばいいんでしょうけど、とりあえず宿泊まろう。アイシャ、なんかいた。誰だあれ。神経、まあしょうがないか。この先は魔王殿、見物に来る人も多い。こんなグラだったっけ。グラウディスケのものだな。新市街の家は高くて住めないよ。話したいんだけどな。見かけない顔だね。違う人でやったら何かあったりするのかな。まあ勝手にトーマスが入っちゃったけどね。とりあえず武器を手に入れましょう。
あとはいろんなとこ行けばいいんでしょうけど。まあ工房の人たち探しに行ってもいいからね。はいはい。バトルハンマー。ローラだね。プロテクトスーツはどうしよう。雷、まあね、動き遅くなっちゃうよな。あとで買えればいいか。バスタードソード、いや隕石のかけらが必要です。まあとりあえずバスタードソードを作ってもらおうか。あの子邪魔なんだよな。とりあえず行ける場所はねあるからね。ミルスに行って、ああいいのか、ミルス、まあそうだけど、リブロフ、ミルス、ヤーマス、まあ大体行ってもいいけど、ここら辺でレベル上げてもいいしね。どうしようかな、どっからやっかな。まあここら辺だろうな。どうしよう、ここ行っとけばいいや。これでもうお金使わなくて来れるようになるから、なるよな。まあある程度強くする手もあるしね。ブラックの財宝何かは知りたくないから100オーラムで教えるぜ。うん、右下ね。まあ後で。まあいろんな人から偽の情報を聞いてね、回って強くすればいいかなっていうのはあるけど、その前に回りたいとこもあるんで、宿泊まんないといけないしますね。スタンレーも行ってないな。ここちょっと情報収集して終わろうか。ファルス軍団は戦争したいだけだ、理由なんかどうでもいいのさ。まず宿泊まないと、とりあえず LP 回復しないんで。サルーンいんのかな、じゃあ。このゲームはじっくりやった方がいいかな。はい。ということで、今回ここで終わりたいと思います。まあね、魔王で回って、ちょっとは強くなったと思うんですけど、ね、なんかサルインっぽいのがいるよね、絶対ね。まああの奥に行けばね、ちょっとしたフラグ立てれるんですけど、まあちょっと知らないのが多いんで、いろんなところ行けばいいかな。ね、行って情報収集しながらね、ちょこちょこ攻略していけばいいかなと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、X のフォローなどしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。